毎度お世話になっております。制服彼女体験版実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。はい、前回のあらすじですが、ゲーム開始5分でクラスメートのギャルに社会的に抹殺されました。ギャルからの手痛い裏切りに遭い、憤懣やるかたない気持ちでいっぱいのところ、福岡にいるおじさんから授業を手伝ってほしいと誘われ、単身福岡に引っ越したところ、そこで謎の制服美少女好みゆいとの出会いに運命を感じてしまいましたというお話でしたね。さあ、やっていきましょう。福岡の街はどうって聞かれてる。思っていた以上に都会でびっくりしてる。天神駅周辺は特に栄えてるからね。でも都心ほどはないんじゃない？通りを見渡すと、向こうで馴染みがあったチェーン店の数々が立ち並んでいた。リンガーハットかい？かなり近いかも。だけど見たことがない定食屋やラーメン屋も目につくし、完全に同じではないようだ。大戸屋かい？見たことない定食屋さんやラーメン屋さんがいっぱいあるよ。かわいい、好き右の子好き。ちょっとなんか地雷系の匂いがしてすごくいいよね。これモブなのかな、モブの子なのか、この子たち。前回もいたよね。あ、別のギャルだったけど。レベル高えな。モブじゃなくて、第2、第3の制服彼女なのかな。俺と全く同じことを言ってる県外の人かな。ほんとだ。せっかく福岡来たんだから、こっちでしか食べられないもの食べたいよね。そうだね。なんかうどん屋さん多くない？この通りに何軒もあるよ。うどん屋さん、うどんのウエストかな。ほんとだね。ローラね、福岡って言ったらラーメンのイメージしかないんだけど。左のパツキンのチャンネーがローラちゃん。ヨシヒコ、覚えた。あのお店、ラーメンちゃんぽん屋さんって書いてあるよ。どっちが本物なの？どっちも出してんじゃない？チェーン店以外でちゃんぽん売ってるのすごくない？初めて見たこの子たち、福岡来るの初めてなのかな。カリンたちは一体どこへ向かえばいいの？右の子はカリンちゃんか、覚えた。パッツンパッツンだね。早くしないと美術館の時間に間に合わなくなるよなんでちょいちょい青筋立ててんだ。超ピンチってこと？もうとりあえずそこのうどん屋さん入ろう。確かにこれだけのお店があったらどこに行くか迷ってしまうな。さっきの2人もかなりレベル高かったけど、やっぱゆいちゃんが一番だよ。じゃあ今度一緒に食べに来なくちゃね。一緒に？マジっすか？いいんすか？ JK と2人、定食屋で2人っきり、何も起こらないわけがなく。話を聞いていなかったが、俺はどうやらこのみさんと食事に行く約束をしてしまったらしい。してしまったってなんだ、嫌なのか。女の子と食事に行くだとなんだと。このみさんは事務所へのルートを説明してくれるが、そのことが気になって内容が全然入ってこない。お、アイキャッチ入った。で、ここがイギスさんの事務所。目の前には十数階建てのオフィスビルがあった。もう着いたのか、30分があっという間だった。じゃあ入ろっか。あ、ちょっと待って、コンスタがちょっと人と話してるところ急にスマホ見始めるのはよくないんだけど、コンスタ来てたよ。いいねしとくか、目の前で。ゆいちゃんの目の前でいいねしとこう。これいいね解除とかはできないんだね。学校の桜が満開で見頃だよ。去年より少し早めの開花だって。お菓子持ち寄って花見したいな。満開の桜花見スポット。これはカードゲーム、ヴァンガードか。今一番推してるボドゲはこれ。昼休みみんなで盛り上がったね。ボドゲ、おすすめのボドゲ。ボードゲームのことボドゲって言うんだ。私のおばあちゃんの制服姿、めちゃくちゃ美人じゃない？セーラー服って憧れちゃうな。あ、これおばあちゃんなんだわ。あ、白黒だもんね。おばあちゃんの時代っていつ？
昭和20年とかそんぐらいなのかな。いいね顔わかんないけどさ、写真からわかるこのムチムチさ加減すごくいいですよね。あとはストーリーだっけ。新学期も楽しみだね。これ動画か、動画ってことだよね。ボイスとかは入ってないのか。おい、そのうちゆいちゃん踊ってみた動画とか投稿するようになるのかな。あ、もう知ら、なんていうのかな、なんか慣れ慣れしいかなゆいちゃんってナチュラルに呼んでたけど、その時俺はふと気づいた。ここに来るまでの間女子と一緒だったのに全く苦痛をと感じなかったことに。そうなんだ。きっと初っ端のトラブルでいろいろと吹き飛んでしまったからだろう。自制しないと。どうしたの？早く行こう。うん、そっか、そうだよね。開始5分でギャルに裏切られたんだもんね。でもゆいちゃんはあんまギャルって感じしないよね。ギャルとギャルの違いって明確には分かんないんだけど、俺の中のギャルっぽい感じっていうのはある。でもだからゆいちゃんはギャルっぽくはないかな、美少女かな違い分かんないですけど。俺は好美さんの2歩後ろについていった。長旅ご苦労様、私の事務所へようこそ。あ、この人おじさんか。この人が俺のおじさんで、出版社の社長イギス守さんでいいのかな。このみちゃんも案内ありがとうね。いえ、任せてください。無事に合流できてよかったわ。疲れたでしょ、自由に腰掛けてちょうだい。俺たちは近くのソファーへと腰掛ける。事務所は綺麗で片付いている印象だった。にしてもまあ、しばらく見ないうちにこんないい男になって。目輝かせんのやめてもらっていいですか。あはは、体はそれなりに大きくなったけど、おじさんは前と全然変わらないね。若く見えるかしら、嬉しいわ。こんな見た目で両親と同年代というのが信じられない。数年前から老化が止まっているのではないか。波紋の呼吸をやってんのかな。襟立ってるしな、襟立ってる人は若いよさて、来て早々若々しいよね。今日から協力してもらうプロジェクトについて一から説明するわね。その話なんですけど、来るまでにあらかた話しちゃいました。そうなの？うん、どんなプロジェクトかざっくり分かったよ。制服の魅力を広める活動ってことも納得してるかな。制服って学生服だけなんですか？父兄さんとかナースとかないんですか？あら、話が早い。どこから説明したものかと悩んでいたけど、さすがこのみちゃんねしかも制服を好きって言ってくれたんですうん、大好きさ。あら、制服の良さを分かってくれるなんて感激しちゃうわ。いいよね、制服。あはは、全然詳しくはないけどね。大丈夫、知識はすぐ身につくから。まずは興味を持ってもらうことが大事なのよ。お、後ろにいっぱい制服あるじゃん。なんかセーラー服とかもあるね。そうなんだね。てかどうしておじさんはそんなに制服にこだわってるの？なるほど、すごくいい質問ね。長くなりそうな予感。あ、おじさんの目の色が変わった。私、制服にしかない魅力に気づいちゃったのよね。どういうこと？私はこれまでファッション誌の編集者として数多くの衣服を取り扱ってきたわ。スタイリストもモデルも一流。でもなぜだかしっくりこなかった。そんな時に見せられたの、学生の間にのみ着ることが許された奇跡のような存在。ってことは制服の魅力に。学生服だけか。俺は制服だったらもっと全般的なもの、講義的な意味で取り扱ってほしいなって思ったんだけど、まあ、学生服もいいよね。それを広めるためこの出版社を立ち上げたのよ。それが前に言ってた長年の夢？ええ、その通りよおじさん性別的には男性なんだろうけど、なんて言ったらいいんだろうな、ジェンダーフリーな人ですよね
制服扱ってても怪しまれなさそうな人ではあるよね。俺が制服の魅力に気づいたとか大々的に言おうもんなら社会的に抹殺されそうだけど、おじさんだったらなんか許されそうな雰囲気あるよ。そのために独立するまでになるなんて、おじさん本当に制服が好きなんだな。俺は何の仕事をすればいい？私も何をするか気になってた。俺も制服着んの？学生服、女子だけじゃないでしょ？男子でもあるってことでしょ？初仕事、何を頼むかもう決めてるの。それは一体？モデルの子をあと2人見つけてきてちょうだい。マジか。え、そっからですか？まだプロジェクト立ち上がったばっかりで、この2、3しかいないってことか。まだ協力してくれるモデルがこのみちゃんしかいないのよね。あと2人連れてきてほしいの。よくそれで俺のことを福岡に呼んだな。プロジェクト発足できてないじゃないですか。これでダメだったら俺帰んないといけなくなっちゃう。冗談でしょ。そしたら私もめっちゃ嬉しい。やります。ゆいちゃんが喜んでくれるのなら。モデルの当てがないのに授業を始めたの？俺スカウトとかやったことないんだけど。学年違いだと三姉妹ユニット作れていいわね。いや話を聞いて、無茶ぶりがすぎるって。6月には第1号を発行するから、うかうかしてはいられないわよ。うかうかしてんのあんただよ。せめてモデル揃えてから始めようよ。モデルも揃えずに授業を発足するやつがあるか。え、そうなんですか？イギスさんも知らなかったの？うん、あ、イギスさんじゃねえ、このみさん。あと2ヶ月しかないよ。そういうことだからよろしくね。このみさんのことイギスさんって言っちゃう癖があるの。そういうこと？どういうこと？どんな子を連れてくるのかとっても楽しみだわ。さっき天神駅のところにいた2人は、ローラちゃんと何ちゃんだっけ、ローラちゃんとなんとかちゃん、ログ残ってる。カリンちゃんだ。あの2人ダメなのかな。あ、そうだ。これから仕事を共にするわけだし、ライム交換しようよ。あ、うん。私が QR 出すね。俺も QR 出してる。あ、私が読み込もうか。いや、俺がするよ。いや、俺が。今度はお互い読み込み画面にしてる。どうぞどうぞ。あ、じゃあ私が QR 出すから読み込んでね。ごめんね、ありがとう。突然だけど、ここでライムの使い方を解説するね。助かる。ライムはフレンド間で通話やメッセージのちょっとネタバレなんですけど、コミュニケーションアプリ。ヤヒロ、なんて言うんだろうな、ミオさんかな、ヤヒロミオさん、玉井ひまりさん。この2人が残りのメンバーってことでしょ。ネタバレ、チュートリアルでネタバレしていくのやめてくださいよ。通知画面が出たら誰とトークするかを選ぼう。気になる女の子を一人だけ選んでね。ローラちゃんとカリンちゃんではなかったということか。あ、でも、ま、増えることはあるのかな。あ、え、トークする？この2人知らないからな。知らないことトークしてもな。先輩、遊ぼう。後輩キャラか。多分これで先輩キャラだよね。じゃあ、知らない後輩と LINE してみる。通常シーンと同じでタップでトークが進行するよ。福岡は、ちょ、見えない。選択肢で行きたいデートの場所を選ぼう。ゆいちゃんのメッセージがかぶって見えないよ。ライムチュートリアル、ここまで。引き続き、制服彼女を楽しんでね。まだ見ぬ美少女とライムやりたかったのに。これで連絡取り合えるね。一緒に頑張ろうね。うん。とりあえず、これからメンバーにすべき人は分かったね。なし崩しで返事をしてしまったが、初日からとんでもない仕事を任されてしまった。ひょっとすると俺は大変な事業の片棒を担いでしまったのではないか。スタッフって、モデルのゆいちゃんを除いたら、イギスさんだけなのかな？他にいないのかな？
あ、俺か。おじさんと俺か。俺は一足先に切り上げて、京から住む新京へと向かう。ここから西鉄という私鉄一本で行ける。ここを突っ切れば駅に行けるっぽいな。パン屋でもあるのだろう。一階のエリアにはクロワッサンのいい匂いが立ち込めている。空腹の腹に響く香りを楽しみながら進むと、行く先に人だかりができていることに気づいた。何事かと気になり近寄ってみると、モデルが写真撮影している現場だった。はい、いつでも行けます。あの子ってもしかして、あ、いいわき、へそ DT を殺す服装してやがる。この子、ヤヒロ、あ、ヤヒロミオさんってあれか、駅の空港のか、空港のポスターの子だ。あ、あの子も仲間になるんだ。仲間になるって言い方合ってる。ちょっと待って、スクショ撮っていいっすか。カメラ向けよう。よし、ありがとうございます。間違いなく空港で見た看板の子、ヤヒロミオだ。ロミオさん、ロミオ様って呼ばれてたよね。人だかりの中心で注目を欲しいままにしている。まさかこんなところにいるなんて、やばいね。そんなに脇をおっぴろげて、なんてはしたない。さすがモデル、次から次へとポーズを決めていく。そのどれもが様になっているのだからすごい。俺カメラマンとかではないのかな。このゲームカメラ、写真撮るゲームとかじゃないよね。衣装もいい感じにそよぎ、風すら味方につけている。あ、こっち見て笑った。今一瞬だけ俺を見て微笑みかけたよな。気のせいじゃないはず。運命ですね。俺はしばらくその姿に目を奪われてしまった。じゃあバラシに入ります。この子も高校生なのかな、もっと上の年代。撮影も一段落したようで、人だかりはまばらになっていた。俺も駅のホームへと足を向けたその時だった。っ、強い風が吹き抜けたと思ったら、突然視界は真っ暗になった。ふぐっ、え、何、何かが顔にまとわりついている。肌触りがいいが若干湿っている。それでいてぬくもりを感じられる。パンツ、パンツ飛んできた。そして香水の良い香りとほんのり汗の匂いがする。つまりこれは君、大丈夫？ふがふが、はっ、取り払うと視界が開け、目の前にヤヒロミオがいた。慌てた様子で俺を見つめてる。ミオちゃんが風、突風で飛ばされて俺にぶつかったってこと？どんな突風？ごめんね、風で飛ばされちゃって。あなたが？その子からほんのりとタオルと同じ匂いがした。あ、タオルが飛んできたってことね。そりゃそうか。俺の顔にまとわりついていたのは、ヤヒロミオの使用済みの汗拭きタオルだったんだ。ミオちゃんの汗拭きタオル、ミオちゃんの使用済みの汗拭きタオルは、すでに俺の顔に貼り付いたということなので、俺の使用済みでもあるけど。すごくいい匂いです。正直なのはいいことだけど。味も見ておこう。あ、いや、突然のことでつい違うんです。君の言ういい匂いってこういう匂いじゃない？あ、ギャルだ。このムーブはギャルだ。ヤヒロミオはぐっと距離を縮め、詰め俺の顔の前にその首元を差し出した。ちょ、何を、私の匂いを嗅がせてるんですけど。え、これちょっとまたドッキリですか？社会的に二度殺そうというのですか？二度刺しはやめてくださいよ。そういうこと言ってるんじゃ。ねえ、しっかり嗅いでみてよ。私からどんな匂いがする？そんな急に言われても。え、
息を止めるのも限界が近づいていた。俺は欲望に負け、言われるがまま鼻から息を大きく吸い込んでいた。ぐっと詰める。今日はロケだから勝負の香水をつけてきたの。どう？いい香りでしょう。ドルチェ&ガッパーナの匂いがする。彼女の首元から手元のタオルと同じだけど、それよりも濃い匂いがした。その淡美な匂いにクラクラしてきそうだ。これでタオルの件はチャラかな。チャラっていうか、お釣りが来るよ。彼女はそう言って元の距離感に戻っていった。俺もなんとか我に返り平静を取り繕う。なくさなくてよかったですね。受け止めてくれてありがとう。顔ちっちゃ、足長、何より胸の迫力。間近で見る本物の八代美代のスタイルの良さに圧倒される。ジロジロ見るのは失礼だと思いつつ、俺の目は釘付けになって離れない。そういえば君、さっき撮影見てくれてたよね。やっぱり目が合ったのは偶然というか気のせいではなかったのか。え、そうですか。まさか覚えてるんですか。好きなんですか俺のこと。やっぱり撮影しててもちゃんと見てるんだよ。やっぱイケメンだからな俺と来たら。俺の勘違いじゃなかったのか。あれだけの人数がいて、その中の一人の顔を覚えられるなんてさすがプロだ。こういうのもファンサービスの一環なのだろうか。いや違う、俺のこと好きなんだよ。それに一目見た時、ほら君のことなんか気になって。雰囲気なのかな。この辺の人じゃないよね。わかります。にじみ出る都会人オーラが分かっちゃいます。え、毛穴とか体中の穴という穴から都会人オーラ出ちゃってるからな俺。よそから来たことを見破られてるだと。八代美代から目をつけられるなんてことあるか。大荷物を持っていたのでそこで判断したのかもしれないが、同じような人は周りに何人もいる。もしかして俺はかなり悪目立ちするのだろうか。そういえば君、コンスタやってる？はい、やってますが。もし私に興味あったら見てみて。ヤヒロミオですぐ出てくるから。ヤシロって言ってたの？ヤヒロミオか。はい、調べてみます。ミオ、車出すよ。はーい。じゃあ私行くから。あ、タオル忘れてます。もらっとけばいいのに。せっかくだし、撮影見に来てくれた記念にプレゼントしよっか。やった、毎晩口に含むわ。えっ、なんてね、冗談よ。いや、ダメだ、返さねえ。余裕の笑みで可憐にタオルをかすめとる。首にかけると、端を汗ばんだ胸元にギュッと押し込んだ。張りのある大きな胸がその拍子に揺れた。ほほう。その光景にまた俺は思考力を奪われる。このゲーム、表現がめちゃくちゃつやってるよね。君とはまたどこかで会えるといいな。この子が2人目のメンバーってことですよね。さっきチュートリアルでライムに登録されてたからね。そう言って、八代美代は車に乗り込み、颯爽と現場を後にした。タオル湿ってたけど、どこを拭いてたんだろう。それあんた、脇ですよ。俺の手にはまだ彼女の匂いやぬくもりが残っていた。このゲーム、プレステ4とスイッチでも発売されるんですけど、表現とかまんまなのかな。スイッチはいけそうな気がするんですよ。うん。任天堂さんですからね。ドキドキ魔女裁判の任天堂さんだから、表現とかは Windows 版と変えずにリリースしてくれそうなんだけど、 PS4 版もわかんないよね。その辺ぼかしそうだし、なんなら服とか結構厚着しそうじゃない。俺は新居へとやってきた。おじさんからもらった資料であらかじめ間取りや、築年数等を確認していたが、お、結構綺麗っていうか、すでに家具があるっていうか、なんかポスター貼ってあるし、写真で見るよりめっちゃ広くないか。天井高、ロフトもちゃんとしてる。この家具とか本とかって俺の備え付けじゃないよね。なんか
なんて書いてある、なんとか X って書いてあるの、だ、だよしはちょっと読めないな。想像を上回る部屋であった。この広さで家賃5万は信じられない。しかも駅の近く、当たり物件すぎる。安いね。広くて綺麗な部屋がお手頃家賃で借りられるのも一押しポイントです。東京と比べたらやっぱ家賃安いよね。機内で言っていたのってこういうことなのか。まさかここでも福岡の洗礼を受けるなんて。こんな部屋で一人暮らしできるなんて、新生活に胸を膨らまないわけがない。こんな綺麗な部屋で家賃5万でしょ、裏があるね。両隣と、ここ何階か分かんないけど、両隣か上か下かにヤンデレが住んでるんじゃない。モデルの子をあと2人見つけてきてちょうだい。おじさんからの無茶ぶりは頭が痛いけど。あ、またコンスタ更新されてる。ちょっと待って、見よう。おお、みおちゃんだ。早速俺に送ってきてくれたのか。あ、これあれか、コンスタだから俺トゥーじゃなかったね。俺トゥーみおじゃなかった。勘違いしちゃったわ。5キロ走った、疲れた。あ、ちょっと待って、これもチェック。人変えられないのかな。変えられないっぽいね。ゆいちゃんに変えたいんだけど、こうストーリーは更新されたらアイコンがつくって感じなのかな。これみんなの写真にさ、いいねってやってると良くないのかな。誰か一人攻略する子だけを絞ってってやった方がいいんですかね。二ほどきをしているとスマホに通知が届いた。ライムだ、誰からだろう。お、やっほー、ゆい。ゆい、このみさんから。こんばんは。こんばんは。今日はバタバタで大変だったね。いろいろありました。なんで敬語、タメでいいんだよ。ゆいって呼び捨てしてもいいよね。なんて返せばいいかわからなくてついついかしこまってしまう。わかった、敬語はやめます。やっぱ敬語じゃん。どう。本当だ、つい。君やっぱ面白いでしょ。世界的なエンターテイナーだから。本当？よく言われます。なんか君とならなんとかなりそうな気がした。モデルの件。そう、モデルの子をあと2人見つけてさ、早く活動スタートさせようね。このみさんの重圧が。一緒に頑張ろうね。頑張るよ。移動で大変だったと思うし、ゆっくり休んでね。モデルの子あと2人見つからなかったら、ゆいちゃんモデルやめないといけないんだよね。それはかわいそうだな。ありがとう。お願いします、ペコ。女の子とこんなにがっつりライムしたのはこれまでなかなかなかったのに。期待に満ち溢れたこのみさんの顔が目に浮かぶ。なんとかモデルをやってくれる人が見つかるといいけど。ヤヒロさんにどうやって頼むんだろうね。もうすでに、ヤヒロミオだよ。お、あの男の子に呼ばれちゃったけど大丈夫だよね。香水6、汗4くらいかな。ギリいい匂いのはず。大丈夫大丈夫。ナイスアイテムです。さて、次回の制服彼女は、ドキ、学校で運命の再会、ゆいママの水筒の中身、地球を食らう少女の3本。お楽しみにね。がとっとこれ毎回挟まるんだな。なんか気になる次回予告でしたね。学校で再会とかってあったから、同級生なのかな？同級生か、もしくは先輩？可能性ありますね。